それは韓国ソウルにある地下鉄の構内に設置されたカメラの映像です。男性がエスカレーターを登り切った時でした。突然バランスを崩し、持っていた傘や帽子と一緒に転げ落ちてしまったんです。距離にして40メートル。転落した男性は意識不明のまま病院に運ばれましたが、その後意識も戻り元気になったそうです。よかったです。